ズップスキューブ及びズップスキューブプロジェクトは、ズップスから派生したコンテンツ管理システムを作成するプロジェクト。また、そのプロジェクトが作成された CMS を指す。CMS は、ズップスキューブレガシーを作成、管理する。シンプル、セキは、スケーラブルの 3S コンセプトの下、日本語を含むマルチバイト環境に対応した柔軟性及び、 カスタマイズ性の高いシステムの提供を目指している。ズップスキューブのキューブには以下の意味がある。なお、派生プロジェクトのため名称は変えているが、使用しているロゴはベースとなるフォントに関して、ズップス2.0までのズップスロゴを継承している。ズップス JP 年表統合型 CMS としては草分け的な存在で導入実績が多く参考となる出版物も,も、 豊富にあるが、モジュールごとに微妙に、ユーザーインターフェースが異なるアップデートが遅れがちで、W3C のバリデーションチェックをパスできていないなどの問題がある。Zips Cube Legacy 2.2では、下記の動作環境になっている。Zips Cube Legacy 2.1までは、下記の動作環境である。先に、サーバー側のマスコールに、受け皿となるデータベースを用意しておく。 日本語文字コードは従来 EUCJP が標準であったが UTF-8 の標準化も進んでいる。なお UTF-8 化するには PHP5 マスコール5の環境が望ましい。レンタルサーバーにアップロードするとき、すべてのファイルは約14メガバイトと大きく時間がかかるが、不要なドキュメント、言語フォルダと古い ZIP ステーマフォルダを削除すれば6メガバイト程度の計量となる。 なお現在配布されている Cube Legacy パッケージには基本的な管理モジュールしかバンドルされておらず、フォーラムなどを開始するには対応モジュールを追加インストールする必要がある。Zips Cube Legacy 2.22リリース、Zips Cube Legacy 2.23ベータ1リリース、ここまで Zips Cube とは、Zips Cube 日本サイトより、ここまで Zips 年表、ザグチハット AB。 Zoops Cube Legacy 2.2レリリース。ただし、sourceforce.net での公開は2011年4月23日、z ズップスキューブプロジェクト、ブラウズ、l e g a c y a t s o u r c e f o r g e n e t 英語サイト xoopsube.org での公開は5月4日になっている。ズップスキューブレガシー2.2でリリースド、サイトリニューアルのお知らせ、イニシャルコミット 24E35bit8、ズップスキューブ、レガシー、ハットフォーラムブログなどのモジュールがバンドルされている。独自版も存在する。ありがとうございます。